皆さんこんにちは、のむの暮らしののむです。今回の動画は完全在宅のウェブライターの仕事が決まるまでに私がしてきたことについてお話しします。少し前に完全在宅勤務の仕事はどうやって見つけたのかという動画をアップしたところ、在宅勤務ができるようになるまでの下準備についてや、どうやってウェブライターになったのか、実績の作り方を教えてほしいというコメントをいただきました。これらの質問を踏まえて、完全在宅のウェブライターの仕事ができるまでに私がどんなことをしてきたのかお話しします。ただ私の実体験をそのまま話すだけなので参考になるか分かりませんが、それでも気になる方はぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。この動画では6つの項目に分けて話します。概要欄に項目ごとの目次を載せているので、聞きたい項目の目次に飛んでくださいね。まずは副業を始めたきっかけからお話しします。私が副業を始めようと思ったきっかけは仕事を休職した時です。私は学生の頃から不安障害の症状があり、社会人になってから症状が悪化してしまいました。主な症状は通勤中や仕事中の吐き気や動悸の症状で、外で働くこと自体が苦痛になり、最終的に休職することになりました。その時に副業で稼げるようになったら外で働かなくてもいいよなと思っていました。何だったら自分で稼げそうかと調べてみて、YouTube やハンドメイドを始めてみたり、プログラミングの勉強を始めたりしたこともあります。ちなみに中学生から社会人になるまでは日記ブログをよく投稿していました。書くことにあまり抵抗がなかったので雑記ブログもいいかもと思い、2021年6月にワードプレスでブログを開設し、物販のアフィリエイトを中心に記事を書いたりもしていました。次にクラウドソーシングを始めたことについてお話しします。ブログ、YouTube、ハンドメイドといろいろ始めてみましたが、どれもすぐに稼ぐことは厳しく、次は業務委託で働いてみることにしました。業務委託で何ができそうか考えてみたところ、ワードプレスで記事を書いていたので、ライティング系の案件なら自分でもできるんじゃないかなと思い、2021年10月頃にクラウドソーシングで有名なランサーズとクラウドワークスに登録しました。自分が執筆できそうな仕事内容で初心者でも OK と書かれている案件に複数応募してみましたが、採用された件数は0件。簡単に業務委託の案件をもらえるわけではないんだなと思いました。続いてクラウドソーシングで採用してもらうために私がしたことについてお話しします。結論を言うと、私がしたことはプロフィールの修正だけです。記事の文字単価 0.1 円の案件でも採用が決まらないので、どうすれば採用してもらえるだろうと調べていたところ、初心者のアピールをしてはいけないということを知りました。当時の自分は初心者ですが頑張ります、まだ実績はないですが頑張りますといったアピールをプロフィールや応募のメッセージで無意識にしていました。仕事を依頼する側からすると、たくさんある応募者の中からわざわざ初心者のアピールをしている人を選ばないよなと思いました。そこでプロフィールの修正を行い、ワードプレスで記事を書いていることや自分が興味のあるジャンルのこと、記事を書くときに大切にしていることなどを追加しました。次はクラウドソーシングで初めてウェブライターの仕事をもらえた話をします。プロフィールの修正をしてから少し期間は空いたのですが、2022年4月に私のプロフィールを見たクライアントから記事執筆の依頼が来ました。今までは脱毛や美容のモニター、商品登録の作業など興味のない依頼はよくあったのですが、記事執筆の依頼は初めて来たのでびっくりしました。
依頼内容は3週間で記事を4本納品。単発ではなく継続依頼です。ウェブライター初心者が一発目に仕事をする内容ではなかったと思いますが、これはチャンスだと思って引き受けました。これがウェブライターとしての初めての仕事です。これまでは自己満足で雑記ブログの記事を書いていただけだったので、初めてお金が発生する執筆ということもあり、ちゃんとした成果物がクライアントに納品できるか心配でした。そして初めての記事を納品した後、クライアントからのフィードバックで褒めていただいたのでとても嬉しかったです。ちなみに初めての記事執筆は時給換算すると500円ほどで働いていました。この仕事は先方の都合で3ヶ月で終わりましたが、ありがたいことに同じクライアントから2回目の記事執筆の継続依頼をいただくことになります。2回目は2022年11月から2023年6月までの7ヶ月間執筆させていただきました。ただ、2023年5月から現在の完全在宅のウェブライターの仕事が決まり、本業と副業で記事を執筆し続ける気持ちの余裕がなかったので、私から執筆の中断をさせていただきました。完全在宅のウェブライターの求人に応募した時の話もさせていただきます。応募には何かしら自分が執筆した記事などの実績を提示する必要がありました。私はクライアントから依頼されて執筆した記事を実績として提示することができ、書類選考が通り、面接を行い、採用が決まりました。冒頭で紹介した質問にも回答しながら話をまとめると、副業に興味を持ち、いろいろやってみる。クラウドソーシングを始めて、記事執筆の依頼をもらう。記事を執筆して実績を作る。ウェブライターの求人に応募する。執筆した記事を実績として提示する。面接を行い採用が決定する。完全在宅のウェブライターとして働く。という感じです。何にでも言えることですが、継続が重要だと思いました。当時は何をやってもすぐ稼げないし、在宅で働くこともできていませんでした。私の場合、何もない状態から始めて、副業で稼げるようになる、在宅勤務ができるようになるまで3年ほどかかりました。3年前の自分が行動し続けていなければ、今も在宅勤務いいなと言っていたんだろうなと思います。以上で完全在宅のウェブライターの仕事が決まるまでに私がしたことについてお話ししました。試行錯誤しながら話をまとめてみましたが、分かりづらかったらすみません。質問のコメントをいただければ答えられる範囲で回答しようと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。